ここはすごく雷がたくさんあるね。あ、あんなとこにいる。見守られておる。はぁ、あ、さっきのあれが本当にきつアンドきつかった。こっちからでいいのこれ。回っていく感じ。雷すごい。なんかいる？いない。あ、当選棒久しぶり。うん、一度通さないと決めたら絶対通さない番人で通してる。いや、通さないだっけ。まあ、てお前かい。気候ついてほしいのか、ポチポチっとよ。そうそうそう、恐怖の暗殺者アマコートはわしのことよ。私が現れるのはお見通しだった。鬼ヶ島の影の支配者、他の仲間とは一味も二味も違うだよ。外を追え。お前が四つ足の白い悪魔だったとしても、例えだ。外へじゃないわ。オラを倒すことはできないだよ。4個以上は困るな。頭突きすんだっけ、切るんだったっけ。頭突きでしたね。大丈夫ですかね。ああ、もうダメだ。この2秒前のことを忘れるわしには。アウツーオブアウツー。あ、行きました。いや、なんとなくまあ分かりやすいっちゃ分かりやすかったね。散り際だけは絶対に怪我さないんだよ。男の生き様を見るだ。ドカン。へいへい。え、こっからどこに行くんだべ。うん、旦那の明日を見据える目。そいつが旦那大詰めの舞台まで道見えてたんですね。大詰めってや、足とのプチっぽけな勝負のことじゃねえ。鬼ヶ島の城のてっぺんを目指す旦那にとって、本物の大詰めがすぐそこまで来てる。おお、そろそろ終盤です。確かに意外と長くここにいるね。この早飛び丸、こんなに勝負で熱くなったのは旦那が初めてでさ。はい、ちょ待って、くしゃみが出そう。はい、ごめん、ちゃんと聞いてるよ。足の早掛けで飾りやしょう。神っぺらー。神っぺらーときましたか。熱い勝負で足を燃え尽くさせてくださいやせ。先にやっといていい？あー、難しいやつかな。もうちょっとちっちゃく書いて。ちっちゃく書きすぎて爆弾判定にならない。いや、そんなせこいことするなっていう話なのか。無理です。どこ行くのこれ。どこ行くのこれ。こっち行くのね。ちょっと待って。どう行けばいいの。どう行けば問題がね、ありまして。上に登っていく？いける？待って、もうちょっと観察観察。どういうこと？もう落ちちゃうよね、普通に。意味がわからないんですよ。壊れるわけでもなし。ちょっと飛び込んでみるか。いや、ダメですよ。ダメだよね。猫もいないし。
っと壊してみるか、ここ。あ、いけた、いけた、いけた。あ、開いた、開いた、開いた。先にできたっぽい。よしよし、これで心置きなくっつっても。そもそもさ、向こうに行けない問題ない?それはどうす?ああ、なるほどね。オッケー、じゃあ。ほい。からの、セコイ山ちゃん。よいしょ。一瞬である。旦那お見事!下の準備をしてました、すみません。なんだかんだ言って最後までご一緒させていただきやしたが、足の最後の早掛け、旦那の門出を飾りやしたかね。ずいぶん首相の態度じゃねえか。まあ、お前も敵ながらあっぱれだったぜ。旦那みたいな男前に散り際を見届けてもらえるなんて、散りざまか。へっへ、身を変えるように尽きるってもんだい。おいおい、神レ、神ペラ、なんだいその今にも消えちまいそうな言い草はよ。おきてに背いたら消えちまうのが足たち妖魔の定め。感動させにかかっている。門番としての役目を放り投げちまった以上、足の妖は、妖な役立たずはお役目ごめん、さよならってわけでさ。なに?おっと、旦那がすます。すまながることはね、こいつはあっちが選んだ足の生きる道、誰にもケチをつけられねえ足だけの大切な大事な人生でさ、たとえ妖魔の使いっ走りに生まれようと、自力はくれ足の好きに捨ててもらわなきゃ、ここまで生きてきた意味がね。だな、最後まで道案内できなくてすいやせん。別れの際に満開の花束でも手向けて差しあげたかったが、そんな気の利いたものをなく散りゆく足をお許しください。じゃあ旦那お元気で。はやとび丸あ、花はやとび丸、お前との勝負はちっぽけなんかじゃなかったぜ。もしかしたらお前がいたら、いたからここまで来れたのかもしれねえ。お前が見せてくれた熱い男気、この先で待つ大勝負に持っていくぜ。あ、え何それ早飛び丸との最後の勝負に勝つ、なるほど早飛び丸トロフィーもらっとるやんトロフィーもらっとるやん。え、この下何?楽しそうなクモさんのステージのところだ。え、これはもうなんかいよいよな感じでありんす?あ、セーブある。あ、なくなっちゃった。もういらんちゅうことなんかな。セーブするか。じゃあ、行くぜ、アマコー。アマコーじゃない、アマちゃんイスになりきってたわ。ほんとイスの口癖映りませんゾクコンティニューしていこう。いや、これいよいよですよね。これ完全にね、ドキドキだな。そこに待ち構えるわ大舞台。あまこう感じねえか。静かだが生温かくて居心地の悪いこの雰囲気、やろう間違いなくどこかでオイラたちを見てやがら。向こうやる気満々だぜ。どうする、アマコ。もちろん大丈夫だよな。オイラも早く暴れたくてうずうずしてんだい。メギツネ野郎、思い知らせてやら、思い知らせてやら。なんか舞台に変な模様が。アマちゃんかわいいね。あ、太陽的なマーク、溶岩がある両脇に。さーて、ついに城のてっぺんまで追い詰めたぜ。いる?出てこい、メギツネ野郎。どこに隠れやがった。ミミコねえの仇、このイースン様が取ってやるぜ
もうちょっと1000倍にしてくれませんかね、カメラを。もうちょっとね。1000倍にしないと見えないから、椅子。いない?あ、甘ちゃんが遠吠えを。赤い月。雲が晴れて、あ、こんなに容器が立ち込めてるところでまさか、え、そういう、あ、え、どういうこと、星なの、なんでどういうこと、え、どういうこと、意味がわからんが、ちょっととりあえずね、かけと言われたらかかざる、お、えまい、わ、おぞましい星だよ。いや、しかしかっこいいんだよな。キュービー。いや、かっこよくないですか?尻尾が筆っぽく見える。血まなこになって駆けずり回り、ドブネズミのように我が城のおぎり、ヶ島へ忍び込んだんだか、マテラス。このキュービー、闇の国の君主、常闇のスメラギより、力を授かり、常闇のスレア、スメラギ、漁師マハラの漁師を仰せつかった。わざわざここまで来なくとも、貴様のような邪魔者、いずれ人間もろとも食い殺してやったものを、あの女王卑弥呼のようにな。闇の国、常闇のスメラギ、そりゃ一体何のことだい。ね、初めて聞くワードだよね。だいたい漁師マハラの漁師なんて、おいら許したお前はね。まあ確かにね。常闇のスメラギ、それは我ら妖魔の絶対的主君。この世に二つとありえぬ古今独歩の闇の象徴なのだ。へえ。カビの生えた昔話にすがって神を称える野良畜生とは訳が違うわ。理想に化けたり、こんなまがいものの舞台を用意したり、うぞっぱちのイカ様はてめえの方じゃねえか。今度こそてめえの化けの花ひっぺがしてやるぜ。果たしてどちらが本物かな。勝った方が正義だよ。神の力などはるかに凌駕する我が妖力、ここで存分に味わうがよい。かっこいい。おおおお、とりあえずなんか見たいな。見たいなって言いつつ。あ、待って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 。あ、え、待って待って、聞いてない?待って待って、それ、あ、なんか噴射してます。なんか噴射してる。あ、待って、なんか書いてる。書いてる、書いてる。え、どういうこと、どういうこと?あ、待って、何ですか、それは。雷を。出そうとしてるのでは?え、雷出そうとしてるよ。ちょっと。待って。逃げたいんだけど逃げれてないんだよね。どうしたらいいんだろうこれ。あー、待っていい。すごいダメージ受ける。アマちゃんごめん。違う。どうしたらいいんだろう。ちょっと待ってね。その時になんかしたいよね。これだ。こうだ。はい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 。来た来た来た。で、待って待って、アングル悪すぎ。一匹ずつになるんだ。はぁちょっと待って。手が長だぞ。なんか、ぽっちゃりさんもいる。待って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 。
キッツキッツ、ちょっと待ってキッツ、こういうの使っていこうぜ精神。待って待って、深刻じゃない、深刻じゃなくって、あれ大ダメージこれだ。これちょっと使ったことないから使ってみたい。どうやめっちゃ効くじゃん。セコイ技っていうぐらい効いたわ、ごめんなさい。セコイ技だったわ完全に。あ、待って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 、なんか帰ろうとしてる。あ、そっか。あー、あ、でも尻尾減ってる、減ってる減ってる、なるほどな。あ、これ避け、ね、よ、なんか避けられない、避けられないよ。あー、待って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 、ビームだろうね。あ、死んだ死んだ。たまには一寸一寸一寸。へい、あー、ダメだ。あと何個？あと3個。ちょ、華麗に避けられるよ。なりたいのでした。へい。待って待って、今。なんでもない。飽きてる。一応よっしゃ、あと一匹よ。お、普通の狐になった。え、めっちゃ楽しいね、このあいこの戦闘。無駄、避けてるよ、避けてるよ、あまちゃん。来てる来てる、よいしょ、これでちびらして、ちょっと私の攻撃はいつ私の攻撃はいつ。こんな、あ、疲れてる疲れてる。木を伺えばアマちゃん必ずチャンス訪れるよ。とかもいいんじゃない？ダメか、無駄か、やっぱ無駄か。これちゃんと避けてるよね。よし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 、いい感じ、あまちゃん避けて、よっしゃー。おおおお、あ、え、なにこれ、剣だ、緑色の剣、草薙の剣だったりする。おー人気草薙の剣を手に入れてしまった。ドラクエ3のヤマトノロチが落とすやつ。キュウビの屍から蘇り試験、新緑の刃を持って覇気を断ち切る。かっこいいかっこいい。ヒミコの仇、アマテラスは執念で大妖怪キュービを討ち取った。大きな獣に姿を変えて横たわるキュービの正体、それは邪気を募らせて妖怪となった古狐じゃった。ともかく主を失った鬼ヶ島は音を立てて崩れ、あ、やっぱり鬼ヶ島はいけない系か。死者の手向けのように花となって大海原へ散ってった。そして海神水流に変化した竜神族のさおと姫も、
その役目を終えて無事竜宮へと帰っていったのじゃった。そっか、よかった、生きてるってことだよね、この言い方。じゃが、キュービから外れた機械な面は、あー、宙でたちまち真っ黒な容器に姿を変える。そこは退治、そこには退治したばかりのキュービの怨霊に加え、どんどん強くなっている。キュービに己の力を捧げた妖刀、金釘の怨霊の姿もあった。2つの怨霊は絡み合うように空中でうねり、遥か北方の地へと飛び去っていった。北か。左にイノシシの星座が見える。曲がっじゃない、手形玉のあれか。ああ、これ信州平原か、このイラスト。あ、なんて、なんとかが4つ今の読んでなかったんだね。キュービたちの怨霊は残る仲間のもとへ向かったのじゃろうか。それともキュービが残した忌まわの言葉、闇の国君主、徳闇のスメラギ、その禍々しい名前を示すものが北方にあるのじゃろうか。押し寄せる闇の気配にアマテラスは武者震いを禁じ得ないのじゃった。そしてアマテラスと旅を続けてきた小さな妖精一寸も、その心に変化を期待しておった。この語りって一寸じゃないの？左なんて書いてんだ。遥か北方へ。北方は人々の間で妖怪のとこ、何々噂されるなんちゃら俺って書いてあるけどえらい美形に書いてるけど。いや、これアマちゃんに乗ってるってことだよね。で、アマちゃんの耳だよね、その俺の下のあたりってかわいい。すべての筆技を目に焼き付けて、焼き付けたら旅は終わりと言ってはばからない一寸。言ってたね、さっきもね。残る筆技をあと一つに残した今、なぜか顔を曇らすのじゃった。とにもかくにも二人が目指すは極寒の地で待つ次なる4話。極寒の地か、雪か、雪か、雪なの。まだまだ冒険の話は続くんじゃが、お後のあ次の浜子、楽しんでる場合じゃねえぜ。キュービを倒したところで卑弥呼には帰ってや気はしねえけど、一丁弔いの雄たけびでその魂を送ろうじゃねえか。魔音。よき。あ、はい。凡人でーす。どうも。ここまでの話記録しよう。肌打ちかー、肌打ちかー。もうちょっとで吹雪だね。肌打ちかー。シルバートロフィーなんね。ヤマタノオロチもシルバーだったもんね。さて、あ、牛若じゃん。やっほー、久しぶりー。でもないか。鬼ヶ島で狐退治でもしてきたのか。そうなの。でもその様子じゃいろいろ苦労してるみたいだね。まあしてるっちゃしてるかな。キツネくんはそんなに手強かったかな。手強かったかっちゅうと楽しかった楽しさが上回ったかな。てめえ、ひみこねえが死んじまったってのによくそんな能天気でいられるもんだな。ゴムマリくん、意外にめめしいこと言うじゃないか。女王卑弥呼の行いはすべて覚悟の上。それはアマテラス君だって納得づくじゃないのかい。何を？とにかくオイラ、今はお前の顔は見たくねえんだ。さっさとどっかに行っちまいな、このインチキ野郎。これはこれは随分ご機嫌斜めだな。そんなに怒ってたら、おっつらのテント様も悲しむよ。雷が鳴っちょる。夜だと思ってたけど、これは何？どういうこと？
イベント的な暗さなの？あの雷は信州平原の北の方から。まさに風雲急を告げるといったところだね。アマテラス君、ミーも忙しいからそろそろ消えるけど、とりあえずこれだけ言ってもいいかい？お告げ？電撃ビリビリで入り口オープン！すごいわかりやすいね。やっぱりこの予言をしないと落ち着かなくてね。ついでにユウたちのマップに印をつけちゃおうかな。ありがとう。中津国東部。あそこが阿形の森？だよね。いや、知らんわ。らい、向こう側に行くのね。勝手に何しやがんだい。キツネくんの体から湧き上がった容器に向かった先、もう集合体になってるから相当強いんじゃないの？何を企んでるのか。久しぶりに予言も楽しんだし、この辺でおいとましようかな。それじゃあ一瞬でバイバイ。グッバイベイビー。これ何見たい？そうだね。あ、あの人がいるよ。雷の筆技を手に入れたんですけど、さっきの見ました。鬼の顔した島が花になって散ってった。嵐でも来そうな天気だったから一度家に帰ったんだけど、不思議と怖い感じがしなくて戻ってきた。そっか、さっきいなかったもんね。あんな綺麗な瞬間を見られて運がいいな。昼の青空に散る花吹雪か。いや、雷使えるようにはなったんですけど、自分から何かできるわけじゃないんだよね。だから、強化とかしたいところではあるんですが。この、雷の筆技が、何を取ったんだっけ。強化する。そう。強化するのと、入り口運動は近くに雷みたいなのあるんかな。とりあえず、見るか。九尾、鬼ヶ島に住み、漁師マハラを攻め落とさんとする妖魔の王の真の姿だった。九つの魂がそれぞれ王となり、その異を成している。神話では、アマテラスとの戦いでは神業、筆調べすら防いだという記述が残っている。9個あるもんね。グレンの技を持って王を焼いたが、一時的に弱くなっただけで倒すまでには至らなかった。旧股の剣を振りかざしたその時、その神業で雷を落とし分裂した魂を焼くことで、焼くか。なるほど、確かに。そこまで回らなかったね、必死すぎて。九尾の本来の姿である化け狐の姿をさらけ出せ、退治したという。なるほどな。で、草薙の剣ですよ。いや、もちろん装備しましょう。で、強化しよう。2個もある。よっしゃ。1回ぐらい使った方が良かったかも。いいじゃん、アマちゃん。個人的には青が好きだけど。これ何？どういうこと？ああ、夜っていう音でした。いや、でもこっからさ、西安橋大変じゃない？ちょっと西安橋用事があるので、行きますか。